アーチンチへようこそ、トーマスとロビンです。よろしくお願いします。ということで本日なんですけれども、なんかね、僕美容室とか、あと最近行ってる整体、によく行くんですけれども、そこでよくね、話題に出るのがこちら、じゃん。チャミスルっていうですね、なんか謎のお酒。僕知らないんですよ、これ。知らなくって、なんだなんだと。なんか YouTube とかのなんか雑談で最近どんな酒飲んでるとかいう話題とか聞くと、結構みんなチャミスルとか言ってんだよね。もうステマなんじゃねえかの。もうステマなんじゃねえかってぐらいみんな最近チャミスルっちゅうものを飲んでるということで買ってきました。はい、こちらチャミスル、気になってる人もね、いるんじゃないかなって。で、驚いたのがこれね、 360ml のこれボトルなんですけど、値段が250円しなかったです。はい、めっちゃ安かった、びっくりした。こう、あ、そういうタイプなんだみたいな、スミノフとかだから、そういうね、なんかコンビニで売ってるような感じのやつなんだと思って。で、これ韓国のお酒らしいんですよね。なんかマッコリとかそういう感じなのかなっていう感じもしたんだけど、どうなんですかねこれね。で、どういう味かも全く分かんなくて、で、これでアルコール度数が 17% あるんですよ。結構強いお酒で、ストレートでも飲めるし、ロックでも、まあ何でも割れる、何でも飲めるらしいんで、ちょっと今日は試しにね、飲んでみようかなと思います。ドンキで買ったんですけど、これ。なんかいろんな味ある。あった。うん。なんかその味付きのチャミスル。まあぶっちゃけそれ買うのが一番おすすめな感じもしたかなって気がするんだけど、ちょっと今からこれね、どんな味なのか飲んで試してみたいと思います。よし、じゃあ入れていきましょうか。韓国系のお酒ってマジで俺あんまり得意じゃなくて、まあそもそもマッコリぐらいしか飲んだことないんだけど、あんまり得意じゃないんだけど大丈夫かな。ちょっとロックで、なんかロビンが叫んでるけど、いただこうかなと思う次第でございますけれども、多分ね 17% なんで相当きつい方だと思うんだよな。まあ17、そうでもないか。な、急に流行りだしたんだよな、マジで。去年とか聞かなかったのに、チャミスルとか。いつの間にかなんか、韓国かなね、なんか一番飲まれてるらしいんだよね、これ。香りはそんな、なんか強くはないですね。アルコール臭くもない。じゃあいただきます。あー、確かに飲みやすいな。あー、ロックで飲んでるけど、なんかちょっと甘い感じですね。まあアルコールもちろん今 17% あるから、アルコールの匂い自体は来るんだけど、なんかね、カーっていうような感じはしないっすね。まあ、俺の味覚だから正直あんま当てにならないと思います。お酒あんまり飲んだことない人とか、弱い人にとっては多分カーってなると思う。うん。ちょっと俺バグってるだけなんで。水みたい。本当に。マジで水飲んでるみたい。うわ、これ慣れるとどんどんいけちゃうな、これ。確かに人気になるわ。うん。そんな感じする。多分これ単体でグビグビ、まあもちろんいけそう。冷やして飲んでも多分美味しいんだろうけど、なんかで割った方がね、美味しいと思います、絶対。ちょっと今家に割り剤がないんであれですけど。なんかこいつ自体に、なんかね、めちゃくちゃな個性があるわけじゃないんですよ。ちょっと甘い水みたいな。そういうイメージ。で、まあそうだね、これ割ってって考えると250円でさ、いいね。確かにコスパ、そういうことなんだろうな、コスパのこの良さ。違う、酒のあてにおいで。はい、来た。はい、多分ダメよ。まあ、ストレートとかロックで飲んだら多分すぐなくなっちゃうんですけど、私250円でこの味はなかなかないな。そう思うとそれは売れるよな。多分炭酸水とかで割っても、まあ炭酸水どうなんだろうな、ぶっちゃけちょっと味がないから。そこまで炭酸水とかで割っちゃうとなんかもう無になっちゃいそうなんで、どちらかというとこう、マジオレンジジュースとか、ね、ライムとかレモンとか入れてみるとか、まあ、なんかそういう飲み方がいいのかな。ちょっとまだどうやって飲むかすらもわかんないんですけど、いろんなフレーバーあったんでね、そこは多分普通に初心者向けかなと思いました。はい。ということで、まあ、チャミスル初めていただいたんですけど、これはね、初心者向けですね。一番売れてるっていうのも確かにうなずけるし、最近流行ってるっていうのもうなずけますね。なんかお酒飲んでるって感じはあんましないんですけど、多分その感じでグイグイ行って人が死ぬみたいな、そういうお酒なのかなっていう感じがしたので、もし飲む際はね、気ぃつけてください。絶対これ本当にグビグビいけちゃうタイプだと思うんで、いやー、なんかで割っちゃったら多分もうお酒じゃなくなっちゃうと思うから、味覚が。
これは危険ですよ。250円でこれは、はい、ぜひ皆さんもちょっと一度、なんか見つけたらね、あの買ってみてください。まあでも俺なんかスーパーとかに売ってなかったんだよこれ。どこで買えるんだろうね。ドンキで買ったけどね俺。はい、またちょっとなんか気になるお酒とか飲んだことのないお酒ね、レビューしていこうかなと思いますので、またよろしくお願いいたします。はい、ということで本日は、なんか最近いろんな人が美味しい美味しいと言っているチャミスルをレビューするコーナーでございました。皆さんご視聴ありがとうございました。うん、バイバイ。